ジュビロ岩田、ジュビロ岩田、ジュビロ岩田は、日本の静岡県岩田市をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグ、J リーグに加盟する、プロサッカークラブ。1972年総部の、ヤマハ発動機サッカー部が前身。1993年に J リーグ巡回員。1994年に、J リーグ正会員となる。運営会社は株式会社ジュビロ。 ヤマハ発動機等が出資している。チーム名のジュビロはポルトガル語、ユビロ及びスペイン語、ジューボロで歓喜を意味する。ホームスタジアムはヤマハスタジアム、岩田、練習場はヤマハオークボグラウンドである、詳細はスタジアム、練習場を参照。1972年に創部したヤマハ発動機サッカー部が前身となり、1992年に J リーグ巡回員として承認され、1993年にジャパンフットボールリーグ一部で準優勝して、1994年より J リーグに加盟した。1994年、元日本代表監督のハンス・オフトが監督に就任。オランダ代表のファネンブルグ、イタリア代表のサルバトーレスキラッチ、ブラジル代表でキャプテンを務めたドゥンガなど外国人選手を補強。 1994年に藤田俊也、田中誠、奥大輔、1995年に七海博士、福西隆史。1996年に服部俊弘が加入。世界と戦うために七海を中心とした N ボックスを採用。同年の同選試験は運営面の問題で開催不能となる。2017シーズンまで。 他チームでの出場も含む現在、2018年、岩田に所属中、引退時に岩田に所属していた選手を中心に記載。ホームスタジアムは、ヤマハスタジアム、岩田である。また、静岡県小笠山総合運動公園スタジアム、エコパでも不定期にホームゲームを開催している。ホームゲーム開催数はジュビロ岩田の年度別成績一覧会場。 別主催ゲーム開催数を参照。過去に、浜北市、現、静岡県浜松市で計画された複合スタジアムについては、浜北市複合スタジアム構想を参照。静岡県庁の参考庁のシルエットと、ホームタウンの岩田市を流れる天竜川と、静岡県内の大河、大井川、安倍川、富士川を象徴する上下の青い帯が描かれている。モチーフは、 静岡県の県庁、参考庁、シーズンシート名は、コルテアズー、コーテアスル。ポルトガル語で、水色の宮廷の意味。岩田市の地域社会への貢献の一環として、ジュビロでは、選手の岩田市内全小学校への訪問事業を展開、毎年5月を基本として、岩田市民例を開催。バックスタンドのフリーゾーンアウェイ、一部の族を貸し切りにし、 地元の小学生後から6年生と、その保護者を招き、岩田市小学生一斉観戦授業を行っている。ジュビロの試合観戦士、チームへの愛着、岩田市をふるさととして、誇りに思い、将来にわたって、岩田市への愛着を持続させることを目的として2011年により、始めている。該当試合は、フリーゾーンホーム席の一部も、招待客専用となる。 2015年シーズンより岩に在籍する外国人選手をフィーチャーしたイベントの日の部分には選手名やその選手の愛称が入るが開催されているそのイベントが開催される試合ではその選手にちなんだ応援グッズが配布される開催はすべてヤマハスタジアムとなっている2016年から夏に真夏のと題したホームイベントを行っているイベント開催中は 限定ユニフォームを着用し、来場者プレゼントが用意される。限定ユニフォームは、ジュビロのチームカラーと違ったユニフォームになり、2016年は赤、通常ユニフォームの GK 用をフィールドプレイヤーが着用、2017年は黒となっている。2018年は、2016年から行われていた、真夏の例例から名前を変更し、 サマーナイトチャレンジとして、ホームゲームイベントを開催。2018年の限定ユニフォームは黒色。なお、GK ユニフォームの販売はない。1994年に発売されたで、レーテが歌っている、ジュビロオレ。がジュビロ岩田のオフィシャルテーマソングとなっている。2013年8月3日に、シンバジュジンが歌うクラブアンセム、ホッツァジュビロ。歓喜への参加が発表された。 オフィシャルテーマソングの他にシーズンソングがあり、スタジアムやジュビロ TV 内などで流れる。2011年、クラブの企画、制作、撮影による、オリジナル番組、ジュビロ TV を開始。スタジアムのビジョンで上映される、ジュビロ TV、スタジアムチャンネル、SBS テレビ、静岡放送で放送される、ジュビロ TV、SBS チャンネル、スカバーで放送される、 ジュビロ TV プラスの3種類がある。2012春からスマートフォンで視聴できるジュビロ TV モバイル会員登録必要がスタートした。ジュビロ岩田の決算は次の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。